っとまだ濁りがすごいっすね、流れ込みの、はい、流れ込みの水の方がいいんだったらもうちょっと丁寧にやるんですけど、クリアアップのがどんどん積んだやつがちょこ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 って周りが今すごい濁ってるだ、クリアな時にちょっと濁ったのが出てくる時と、あと周り超濁ってる時にクリアなのが出てる中で、はい、野菜の時詰めですよ、あ結構水冷たいですから、こうしてそばで打ってるのを見るとそれやっぱ巨大ですね、長いでかいですよね、でかい昨日しかもこれよりでかいの使っちゃってた、うん、昨日しかもうマジで食っても食っても乗らんかった、ってこれはやりすぎだなって思いました僕は琵琶湖とかに3体も住んでたら大丈夫、いやこのこんな流れ込みもできるんだ、昨日はね、すべてのワンドに流れ込みができた、すいません、ナマズも前編後編の後編よく見ると一匹も釣り上がってないのにでも、あれすごいなんかなんていうか、だからこそあのすごいスピーディーなランガーに変わってくじゃないですか、本気というかなんかかなりガチめになりました、うん、すごいガチめになのに全部外れていくっていう、はい、ナマズってすげえ歯があるんですよ、はい、であそこ骨なんで、はい、貫けはしない、絶対貫く、だと骨ですもん、その骨と あの間の肉に滑り込ませる感じ、その骨をかわして奥か、はい、手前、はい、なんですけど半分運的な要素もあって、はい、ちっちゃくして眠らせて唇だけにかける方法か、はい、でかくして乾くかみたいな、ああ、インサイド、うん、ジグでもやってたから、はい、インサイドもありなんです、早いかなこれで、ルアーがこれ濁りだからこれにつけとこう、普通のクランクとか、はい、そう、だから山田さんに上がってく最中に LINE で聞いてたんですよ、はい、やるべきですか、やらないべきですか、おっおっと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 でも可愛いけど朝一可愛いの、あ、しかも巻かれてる、うん、バレちゃうんじゃないこれ、いやいや、お、取れた、怖いっすね、怖いっすね、コンポコリンさんがロハさえ下げたら食ったっすね、おい、わー、来ました、いきなり、いきなりの、それ何ですかクランク、大森さんのやつラッキークラフト RTO 1.5、 いい、でかいっすよ、太い、まあまあぐらいさ、かわいい、じゃあね、びっくりしました、いきなりこのあの流れのところで食った、濁りの中、多分これインサイドの魚いる、はい、岩の裏で食ったんで、素敵な穴っぽこですね、怒ってる、今のバスでしょ、さっき捨てて、高専の水間攻略、行きたいな、これも行きたいけど水が足んないですね、これ行けるときって結構登れちゃうんですか、いや、すぐ終わり、あ、すぐ終わりますよね、浅くなってるんでね、あ、動いた、三島湖のね、はい、はブラックバス食べてるんで、はい、あの人がいるときはブラックバスがいるんですよ、はい、いや今のでも太かったですね、ね、ポンポコリン、ポンポコリンの一匹かわいい魚でした、うん、あ、かわいいってちっちゃいって意味じゃないですか、あの体型が、体型がホットベリーが好きなんですよ、